Hello, I'm Omi the Homie, and today I'm be Omi the Coach ということで、本日はワイドレシーバースキル教えていきたいと思います。昨日よりも上手くなろう。今日の練習もこのオプティマムニュートリションの BCA と一緒に練習していきます。しっかり練習中もアミノ酸を取ることで、明日に疲労を残さない。これめっちゃ大事です。 OK、 行きましょう。はい、まずはボールの紹介していきます。これアメフトボール、楕円形のボールなんですけど、この X リーグとか、あとカレッジのボールとか、あとカナダのボールとかはここに白いラインがついてるんですね。これ何のためにあるかっていうと、ボールが綺麗にしっかり綺麗に回転してるかどうかを見るためのもので、例えばこうボールがこういう風に回転してたら白い色の部分も、まあ、綺麗には回らないんですね。なのでボールが綺麗に回ってるかどうかっていうのを見るためのものです。で、 NFL ボールとかはこの白いラインがないんで、あの軌道回転が分かりにくいからちょっと取れにくいって言われてます。で、この白のラインにしっかり、白のラインレシーバーからしたら白のライン何のためになるかっていうと、このボールを捉える位置がこのライン、白のラインに沿ってボールをキャッチするっていう、この練習まずしていきたいと思います。フィンガーキャッチって呼ばれる指先でキャッチしろっていうのあると思うねんけど、こう指のてっぺんでキャッチするっていうイメージではなくて、この第二関節より上の部分を使うことがフィンガーキャッチっていう意味、本来の意味なんで、この第二関節より上の部分をしっかりボールにつけてキャッチするっていうのを意識して、まず最初は俺がこういう風にやるから、フィンガーキャッチ意識して上とか右とかやっていく感じでいきます。こうペア作ってしっかり力込めて、まず前正面から、そう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 、フィンガーキャッチ意識して、で次右、OK、まあ大体10回ずつ。次下、下もしっかり小指つけて、この白いライン見ながら下から上に力込めるイメージ。OK。はい。じゃあ2個目はフロアキャッチっていうのを紹介していきます。まず1人選手がレシーバーが寝転んでもらって、でボールを投げる、でキャッチする練習で、これは何のためにやるかっていうと、まあ寝転んでるから胸キャッチできないです。なので前にしか取れないので、しっかり前で取る練習をまず正面10回、この時もフィンガーキャッチ意識してラスト、 OK。 で10回終わったら、この QB がこう徐々に回っていってあげる。で常に目線はこっち向けて、ハンドキャッチ意識したまま、この後ろ難しいけど後ろもキャッチ、後ろもハンドキャッチ、OK。 ナイス、 OK。 で石終わったら反対回りやるとか、そういう感じで。じゃあ次のドリルやっていきましょう。OK、 次は普通にキャッチボールしていくんですけど、普通のキャッチボールでも、何気ないキャッチボールでもしっかり意識することで変わるんで、それを紹介していきます。これ、ナイキの YouTube でも載ってるんですけど、オデル・ベッカム・ジュニアがやってる、10回ずつキャッチボールするっていうのをここでも紹介したいなと思います。じゃあ普通にキャッチボールで、まず正面から10回、正面10回、右10回、左10回で取っていく感じで。で
the patience. 200 every occasion. Going to different locations. How they got when I need some direction. Me and Vinci go up every session. Cook it up, yeah, you know it's no pressure. Yeah, you know how we do it. しっかり先のフィンガーキャッチ意識する感じで。OK。で、その時にしっかりキャッチした後に、確保までしっかりボール見るっていうのを意識して、まあ、ここまで癖づけるようなイメージでやってください。で、次、左右やねんけど、まず右キャッチするときに、左足を前に置く、置いてキャッチする練習です。で、これなんでかっていうと、右キャッチだと結局正面向いてるのと一緒なんで、左足前に置いた方が、キャッチする時のこの回線であるとかそういうのが難しいんで、左足前で置いて10回キャッチ。確保。 OK。 OK。 今全部右手でこう確保してもらったけど、次左手で確保、左手で確保、こういう風に走ってて、インルート走っててキャッチして、そのまま右手でスティフアームできるイメージで左手で確保。これも5回、5回やったから5回ずついこう。 OK。 OK、 じゃあ10回やったら反対、反対も5回、そう、そっち側で5回確保して、OK。 じゃあ次は後ろ向きでキャッチ、こうオーバーショルダーのにも練習になるんだけど、後ろ相手に指に対して後ろ向きで立ってもらって、ここにボールを放ってもらって確保する。で、これライナーで放ってもらうことによって、結構目のアイコンディショニングもつながるんで、ボール放ってもらってしっかりキャッチして、ここまで確保まで、これ10回。OK、 逆いこう。 OK、 ラスト。 OK、 これは例えばインサイドレシーバーのポストルート走った時に、 QB からライナー気味で来た球をそのままキャッチして、タッチダウンに向かうみたいな時に使えるんで、ライナーのオーバーショルダーキャッチっていうのをしっかり練習してみてください。じゃあ最後のドリルは、オーバーショルダーの真上、真後ろからボール来るのをキャッチする練習で、まず最初は1人前立ってもらって、そのまま腕振って、そう、後ろから、あ、歩かんでいい、そのまま立ったまま後ろからポイってボール放るから、それをキャッチ。で、この時にやってくれたけど、高い位置でボールをキャッチするイメージで、で、確保までしっかり行こう。 OK。 これも10回ずつやってもらったら、次は歩いて、歩きながら後ろからボールを放ってキャッチ、そのまま進んでいって。 OK。 OK。 ナイス。 OK、 帰ろう。高い位置キャッチして確保。 OK。じゃあこの2つできたら、最後はジョグしながら後ろからボールを放ってもらう。 OK。 今の3つのドリルやってもらうことで、オーバーショルダーとかすごく上手くなると思うんで、あと目の使い方とか首の使い方とか腰の回線とか、そういうのももっとイメージしてキャッチやってみると絶対上手くなります。じゃあこの動画いいなと思ったら、ぜひチャンネル登録してください。あと
コメント欄にやってほしいこうレシーバーのスキル練習とかあったらぜひコメント書いてもらって、今後継続的にレシーバーのスキルアップしていくんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Peace out。